はい、どうも木口光です。今回はですね、絵の描き進め方についての動画になります。まあ、よく質問があるんですね。特に油絵とか描き進めていく時の、まあ、そこのポイントですよ。何を見ながら、どうこう気をつけながら進めているのかということを今回まとめて8選ということで、ポイント8選で皆さんには紹介したいと思います。はい、じゃあまず一つ目のポイントは下書きですね。当たりをつけるときは直線で捉えるということです。これはどういうことかっていうと、僕の過去のね、プロセス動画とか見ていただいても分かるんですが、こう例えばリンゴを描くときに丸ってこう曲線で描くとかはあんましてないんですよ。こうやってザッ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 と多角形で捉えてるんですね。で、例えばバラの花とか描いた絵もあったんですけども、あの時バラの花をこうやって花びらをこうやっていきなりこうやって描いてないんですよね。ザッザッザッってこうやってね、三角形とか四角形とかを描いてから、それをちょっとずつこう細かくしていって、だんだんこう曲線を描いていくみたいな形で進めています。で、なぜこうした方がいいのかっていう話なんですけども、曲線でこう描いていくとですね、その形がですね、なかなか動かないんですよ。動かないっていうのが結構問題で、この後もちょっと説明しますけども、描き出しっていうのは様子見なんですよね。要は入れてみて形を、で、あ、どうかな、ちっちゃいかな、大きいかなとか、なんか左に寄せた方がいいかな、右に寄せた方がいいかなっていうチェックをしている段階なので、そこでもう正確に形をこう描いちゃうと、なんか自分がですね、それを描き直すのめんどくさくないですか。で、しかも比率とか大きな単位でチェックするっていうのはできなくて、もう細かい情報が出始めちゃうんですよね。起伏とか輪郭とか、そういう情報が入っちゃうんで、それを後から動かすのって結構めんどくさいっていうか、意識が飛んじゃうっていうか、直しづらくなっちゃうんですよね。なんで最初は単純な形で描き始める。書き出すっていうのがすごく大事なポイントです。なので直線で捉えるですね。だからこう曲線の形のものでも、まずはザッザッと直線で区切っていくような。まあ彫刻する人もやりますよね。彫刻する人とかも、いきなりこうやってコン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 ってこう、のみとかでこう、削るっていうよりかは、まずはザクッザクッと面取りっていうのをするんですよね。あれに近い感覚です。まずは大まかに捉えるっていうので、直線で捉えるっていうのを最初にやるといいと思います。はい、じゃあ2つ目ですね。2つ目は進め方として、中間色から、そしてハイライト、シャドウっていう順番で進めていくといいと思っています。これがおすすめの進め方ですね。これはベースカラーの考え方の動画を出した時にも似たようなことを言ってるんですけれども、すごく効率的ですし、バランスが崩れづらいんですね。どういうことかというと、いきなり真っ黒から入れるとか、いきなり真っ白から描くっていう風に進めると、強いところがバーンと出てきちゃうんで、さっきの下書きの時と同じですよね。当たりつける時と同じで、動かせなくなっちゃうんですね。強いポイントが。なんで、まずは全体弱い状態で書き進めていって、あ、ここ強めたいな、ここ弱いなって感じた時に、そこに強いものを入れるっていう風にしていった方が、確実に適切な場所に強い仕事が入れられるっていうことです。なので、いきなり強い色をバチンって入れちゃうと、なんかこう、それを弱めていくっていう風なプロセスっていうのは、ちょっと難しいんですよね。難易度的な問題で。そういう絵もないわけじゃないんですけども、難易度としては、まずは中間色、グレーですね。例えば、白と黒の間の、本当灰色だったりとか、水色だったりとか、ピンクだったりとか、ベージュだったりとか、そういう色を基調色にして進めていく。柔らかい色で進めていく。まあ、薄い色ですね。淡い色で進めていく。で、次に明るいところとかをこう決めていって、光の光源とかを意識しながら入れていく。で、最後に暗いところをビシッと入れてあげる。っていうプロセスがおすすめですね。で、じゃあそういう風に中間色から始めないとどうなるのか。例えばハイライトとシャドウからいきなり始めるとかね、鮮やかな色だけぶち込んでっていう風にやるとどうなるかっていうと、ものすごいバランス感覚を要求されますね。ものすごく難易度が跳ね上がるんですよ。どのぐらい跳ね上がるかっていうと、例えば料理で考えてもらってもいいんですよ。例えばお味噌汁作るときに、具材を全部切って具材鍋に入れてから、そこに味噌とかこうお湯足していくっていうのはちょっと考えづらいと思うんですよね。まず出汁を取って、で味噌を溶かしてみたいなことをしていく中で、こう具材とか最後に調味料とか加えていって、味付けを加えていくと思うんですけど、やっぱりベースになるものを先に作ってから、そこにアクセント加えていくとか、中身ですよ、具になるものとかを、旋律とかメロディーみたいなものを入れていく方が進めやすいっていうことなんですね。ダメとは言わないですけども、そっちの方が全体の調子がつかめるんですよね。まずは淡い色で全体の調子をつかんでから、あ、ここにグッとしたのが欲しいな、あ、ここにも欲しいなっていうのを見つけて加えていくって方が断然楽ってことです。だからバランスを取るとか、
全体の調和を確認するっていう点で、いきなり極端なんですね。極地のもの、真っ黒真っ白とかみたいな、真っ赤とかを入れるっていうのはあんまおすすめしないっていうことですね。はい、3つ目のポイントですね。これは書き進め方でもすごく重要なポイントです。おへそから書くっていうことをぜひ意識してください。おへそって何かって言ったら、まあ大まかに言えば主題ですね。例えば人物の絵を描くんだったら人物、当然ですね。風景画を描くんだったら風景画の中でも、例えばこれは山が主題なんだとか、空が主題なんだとか、海が主題なんだったらそこから描く、そのおへそを決めるということです。まんべんなく最初描きましょうって中間色でね言いましたけども、そうするとずっともや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 絵の主題が決まらない。これは何を描く絵なのか、何が主役の絵なのかっていうのが決まらなくなっちゃいます。そうすると方針が決まらないんですよね。でこれは構図の良い構図悪い構図っていう動画でも触れてるんですけども、主題が決まらないとどこ見ていいか分かんないんですよ。何の絵か分かんないっていう状態になっちゃうので、これが主役でこっちが脇役みたいな形を作ってあげた方が絵の作りとしてはこう強靭なんですよね。しっかりした作りになるので、そのためにもおへそからまず手をつけましょう。まずは全体的に中間色で進めるんですけども、おへそをガチッと捉えるっていうことをぜひやってみてください。はい、次のポイントはですね、全体をまんべんなく描くってことです。で、全体をまんべんなく描くっていうと、まあ、どういうことやっていうことになると思うんですけども、目標としてはですよ、ある段階で全部が7割完成している状態を作るというのを目標にしてみてください。さあどういうことか。例えばさっきおへそから描くって言いましたけど、おへそだけずっと描いていくとおへそが9割できちゃう、まあ、あと仕上げ残すの。であとが2割ぐらいしかできてないっていう状態ができたりするわけですね。これは気をつけましょうということです。でなんでかっていうと、おへそをじゃあ9割描きましたよ。で周りをこう描き進めていきます。2割から4割5割6割ってこう描き進めていくと関係が変わってくるわけですね。さっきと描き進めると、さっきとはなんか強さのバランスが変わったりとか、さっきなかった情報が増えてくるので、またバランス取り直さなきゃいけないんです。で2度でも3度でもになるんですよね。だから9割まで描き進めたのに、周り描いてたらあれ意外と真ん中のおへそ弱いかもとか言って、またおへそと描き直さなきゃいけなくなったりするんですよ。でこれ行ったり来たりしちゃうんですよね。結果的にはすごくロスが生まれてしまって、効率が悪いだけじゃなくて絵がぐちゃ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 しちゃって混乱しちゃうんですよね。なので目標としては2割を全体進んで、どっかが3割になったら全体を3割にして、もちろんどっかを部分的に描くってことあると思うんですよ。例えばやっぱりここはちょっと、例えば人物画とか人物の顔だけはちょっと7割ぐらいに進めたいって場合はあると思うんですよね。それは OK です。ただ9割まで行くのだけ避けてくれればいいってことですね。7割まで進めるのはいいです。ただこうやらないと、全体の7割に揃えるってことをそこでやらないと、場合によってはですね、もう絵全体の主題が崩壊するっていうこともあります。主題がどっか行っちゃうってことにもなりかねないので、パワーバランスってものを考えるってことですね。でそこからがこれから説明する仕上げに向かっていくのところなので、全体が7割進めるっていうのを意識してください。はい、じゃあ次のポイントは5つ目ですね。5つ目は引いてみましょうっていうことです。で今散々バランスの話しましたよね。要するに今ずっと言ってたのって、どっかが極端に進んじゃうとか、どっかが極端になっちゃうってことを避けましょうって話をしてるんですね。じゃあそれをどう避ければいいのかっていう話なんですよね。その時に出てくるのが全体を見るってことです。で全体見るっていう時にどうしてもですね、こういう距離で見てたら全体見えないですよね。なので引いてみるってことです。で普通の物理的にアナログで描いてる人たちは、キャンバスとか紙から物理的に距離を取ってください。どのぐらい取ればいいかって言ったら、本当に部屋の端っこから端っこまでの距離を使うぐらいでいいです。もう作品が点になるぐらいで遠くで見ましょう。まあそんな広い部屋じゃなかったらできる限りで構わないです。でもし難しかったら写真撮ってこうやって話してみてもいいです。スマホとかで撮ってね。でデジタルで描いてる人も絵をギューッと縮小してちっちゃい状態で見てみましょう。そうすると細部とか自分が描いてる時に気になったところですよね。なんか気になるポイント出てくるんですよ。多分絵描いてる皆さんってあると思うんですけど、ああここなんか違うんだけどなって、こう夢中だって直しちゃってするんですね。ずっと同じところ、それを避けることができます。そういう細かくずっと気になったところが見えなくなるぐらいまで引きで見ちゃうんですよね。で全体で大まかに見ちゃう。で僕なんかは究極メガネを外して見たりとかしてました。そうすると細部見えないんですよ。でその状態でいいかどうかっていうのをチェックするってことをしました。そういうふうに全体をまんべんなく見るっていうことをやってみてください。はい、では6つ目のポイントですね。6つ目はここすっごい重要ですよ。視線誘導を作りましょうっていうことです。で視線誘導って何っていうと、例えばこう絵を見ているときにここから見始めて、
次にこっちに目が移って、次にこっちに目が移って、最後ここに目が行って戻ってくるとかですね。目の動きのことですね。流れみたいなものです。で、これって例えば広告とかでもこう Z の法則なんて言って、こうチラシが広告がこうあるとしたら、あのスーパーのチラシとかですね。左上から見ません？人間ってパッと。なんで広告とかも左上が一番大きく特売のが出てるんですよ。売り出し品が。で、こう Z の法則って言ってこう Z 上で見ていくので、最後だんだんちっちゃくなってくるんですよ。で、一番右下が、まあ一番、まあどうでもいいって言っちゃうんですけど、優先度が低いものが来てるんですね。あれは視線誘導をこうサイズとかで作ってたりするんですよね。あの見出しを記事でバーンって真っ赤使うとか。そういう形で視線誘導して見る順番を作って、ここから見てほしいってちゃんと作ってるわけですね。漫画の小回りとかも同じですよね。あの視線誘導っていうのが使って読む順番わからなくならないじゃないですか。なんか変な、どっから読めばいいんだこれみたいにならないように、こう順番でこう読み進められるようにできてるわけですね。絵も同じってことです。絵も同じで、どこを先に見てほしくて、次にどこを見てほしくてっていう、そういう意識を持ちましょうってことです。なんか人物画なのに、なんか後ろの書いてあるなんか花瓶とかに目がバーンっていっちゃって、主題じゃないのにそこに目がいっちゃうってなったら、ちょっと やばいわけですね。だからそこをちょっと弱めてあげるとか、先に人物に目が行くんですよとか、そういうことがいわゆる視線誘導ってことです。で、視線誘導って言ったりするんですけども、他にもいろんな言い方をしたりします。リズムを作りましょうとか、こう流れを作りましょうとか、いろんな言い方をするんですけども、いくつかのポイントがあるのでちょっと教えます。で、まずは、まあ、遠近感の出し方っていう動画でちょっと説明したんですけども、 S 字とか C 字とかアルファベットみたいな単純な形を仕込んであげるってことですね。絵の中でぐーんとこう S 字になっている流れを作ってあげるとかですね。要するにこう生物画だったら瓶があって、なんかこうグラスがあって果物があってってバラバラで見るんじゃなくて、それをこうつながりで見てあげる、ぐーっと流れで見てあげるとかですね。その流れで見て、例えば黄色の流れとか暗さの流れとか、なんかこう白さの流れとか明るさの流れとか、そういう風にこう流れっていうんで、物一個一個じゃなくて、その要素でこうくくってあげるってことですね。っていうのがまず一つ結構有効かなっていうのと、あとはこうゾーンで見てあげるんですね。区形とか言ったりするんですけども、区形でこういう風に、要するにフォーカスするってことですね。この区形っていうの中で、まあ例えば絵の中でもこの部分で見てあげるとか、この一個っていう、例えばリンゴ描いてる絵だったらリンゴって見るんじゃなくて、リンゴとお皿と背景の関係とか、このゾーンでまとめてみてあげるってことですね。そうすることで、あ、ここの強さ弱さっていうのも見えてきますし、どこに目が行くかってことが判断しやすくなります。なんていきなりバーンと絵全体で見るっていうので難しかったら、そういうふうにゾーニングしてあげて、この部分ではどこが一番目立ってるかな、この部分ではどこが一番目立ってるかなってやってあげるとか、 S 字でこう流れを作ってあげようっていう意識を持って、あ、ここの主題だけ一個単独で独立しちゃっててね、目立っちゃってるから、こことここつなげてこう流れ作ってあげようとか、そういう意識を持つっていうのが、あの視線誘導ってやつですね。じゃあちょっとせっかく飾ってる絵が同じことやってるんで、よっこれなんかもまさに今のやつをやってます。例えば魚を描いた絵なんですけども、 S 字になってますよね。大きく S 字になってるし、音符みたいなの描いてるんですけど、歌歌ってるみたいな感じでね、可愛い感じで、これ対角線になってますよね。ズバーっと対角線の意識があったりしますっていう意識ですね。こういう流れっていうのがあるっていうことです。例えばあとはこういう細かいポイントをこうやって鮮やかな色を置いてますけども、これもこうぐーんとこうこういう形になってるんですね。こうパラパラ見るっていうよりは、こういう意識で見てあげるってことですね。魚もこういう意識で見てあげる、で音符もこういう意識で見てあげるってことですね。こういう風にしてあげると割と絵が広く見れるし、流れが出てきて、これがバラバラ見えないってことですね。頭でここバラバラ描いてるんですよ。要素がパラついてるように見えるかもしれないけど、頭の意識でこういう大きな流れってものを意識しながら描いてあげると、絵が全体大きく作れるのでおすすめということです。はい、じゃあ7つ目のポイントですね。7つ目のポイントは、たくさん色を使うんであれば混色も上手に使いましょうということです。これはですね、特に初心者の人はちょっと難しいって感じる人が多いんですよね。混色って色どうやって作ればいいんだとかね、あの思う人いると思うんですけども、さっきのね、こうつながりとか流れでっていう話につながっ、あのつながってくるんですけども、例えばポイントにある主題のところに強い色を持ってくるとするじゃないですか。バチーンと真っ赤持ってくるとか、真っ白と真っ黒持ってくるとか、で目立つようにしますよね。そういうポイントポイントっていうのを作った時に、どうしてもバラついちゃうんですよ。なので
混色した色をこう中間色みたいなものをこうつなぎに使ってあげる、関節にしてあげるっていうのがジョイントしてあげるってことですね。結構おすすめっていうことです。で、ね、混色って表現したのはなぜかっていうと、例えば真っ赤なものと真っ青なものがここにあった時にこれを何色につなげるのかっていうのが分かんないっていう人が多いんですよね。何の色使うの？例えばここに緑とかでつなげようと思ってもつながってないんですよ。なんでかというと緑色っていうのはあんまり赤の成分を含んでないので赤のものにはつながらないんですよね。でどうしたらいいかというと、赤いものと青いものをつなげるためには赤と青を混色した紫色が適しているわけです。なので赤と青をつなげたいんだったら赤と青の中間色を持ってきてあげる、紫を持ってきてあげる。例えば緑色中間色でつなぎに使う場合は黄色いものと青いものをつなげたい場合は混ぜたら緑色になるので緑色のものでつなげてあげるっていうのができるということですね。なのでなんか極端な色がある場合にはおすすめなのはそれを混色した色とかをちょっと間につなぎに入れてあげるとつながりが作りやすいということです。なのですごく自然なこう流れっていうものを作ってあげることができます。で混色するとよくあるのが色が汚くなっちゃうとか濁っちゃうとかいうことが結構あるんですよね。気にしなくていいですでどういうことかっていうと綺麗に見せたい色がどこかっていう話なんですよね。さっきから結構繰り返している主題っていうのがあって、それのために周りが機能するわけですね。なので主題が綺麗に見えればいいんですよ。例えばお花の絵を描くんだったらお花が綺麗に見えればいいんですね。なんで花瓶が綺麗に見える必要ないんですよね。背景が綺麗に見える必要もない、床が綺麗に見える必要もない。なった時に花が綺麗になるためにどういう色が必要かっていう時にさっき言った混色した色とかで引き立たせてあげるって感じなんですね。なんでパレット上に練ってる時はなんかうわ汚い色って思うかもしれないですよね。ただ塗ってる時に関係として真ん中の色が目立つってことがあるんですね。なんでパレット上で綺麗な色、例えば綺麗な鮮やかな水色、綺麗な青、綺麗な赤って並べてそれを全部塗ったら綺麗な絵になるかってならないんですよ、ね、大事なのはここの色、この色を綺麗に見せるために周りにどんな色を使ったらいいんだろうっていうことを考えるので、場合によっては単色で見たら濁ってるような汚い色も必要になる場合があるってことですね。これを意識として持つといいと思います。最後8個目のポイントですね。これはもう奥義になります。最後ズバリ際の意識を持ちましょうということです。これが進め方の中でも最後に当たるので、要するに終わり方ですよね。どういうふうに絵を完成させるのか、どういうふうに決めるのかっていう時にポイントとしては大事になってきます。で際っていうのはまあ昔立体感の出し方っていう動画でもちょっと触れてますけれども、例えば分かりやすく言うと輪郭とかですけども、境界線ですよね。例えば物と物との境界線とか輪郭とか、あとは物が重なっているところとかぶつかっているところとか境目ですね。その境目のところを意識しましょうということです。それが際の意識ってやつですね。で例えば接地ですよね。例えば物がこう乗っかってるって言ったら、台と物との境目はこの接地部分、地面に接地しているここの部分が際になるわけです、ね、あとはこう重なっている時には重なっているこの部分が際になるわけです、ね、こういう物と物とが切り替わる部分、境目のところを意識してあげるってことです。じゃあどう意識するのかっていうと、いくつかあります。すごく大まかに言えばキュッと締めるかファッと逃がすかですこれが大まかに言ってしまえばどっちか、だから締めなきゃいけない部分、ここはクリアにキュッとシャープにしたいなってところはシャープにしてあげる。もしかしたら黒とかできちっとね、細い筆できちっと終わらせるとかもあるかもしれないですし、しっかりブツッとね、シャープにこうぶつけてあげる、ぼやけたりしないようにしてあげるっていうのも際の決め方の一つですね。もう一つは逃がしてあげる。逆に全部がバキ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 ぶつかってるとどこ見ていいか分からなくなっちゃったりするので逃がしてあげる、ね、ここは柔らかくあんまりぶつけないよ、ね、ちょっと輪郭があるんだけどもちょっとファーッと溶け込むようにしてあげるよっていうのも際の意識の一つになります。でその際のどこをシャープにしてねキュッと決めて締めるのか、どこをファッと逃がしてぼかすのかとかっていうのはどう決めればいいんだって話があると思いますが、これ立体感の出し方の時もちょっと言ってるんですけども、こう対角線の意識だったりとか、あとはその LGSG とか、さっき言ったまさに視線誘導っていうのを思い出してほしいんですね。なんでこの子では今まで言ってきた1つ目から7つ目のポイントを結構守ってもらってもう一回チェックしてあげる、つまり引きで見てあげたいとかして、全体をまんべんなく見てあげたいとか、で最後流れとか確認してあげて、その中で際ってのを最後意識してあげて、キュッと締める、キュッと逃がすとか、で流れとか全体感ってものを見ながら入れるってことになります。特にその流れですよね。視線誘導ってものは最後の決め手ですよね。どこに強さを持ってくるのとか、
どこが目立っちゃいけないのっていうのを決めるポイントになりますし、主題、おへそですね。どこが目立たなきゃいけないのとかね。どこが悪目立ちしちゃいけないのっていうのは主題、おへそで決まってくるので、さっき言ったポイントを振り返りながら、最後、際ってものを判断して、チェックしてあげてください。はい、いかがだったでしょうか。今までのが一応書き進める際に失敗しづらい、ね、書き進め方のポイント8選ということでした。で、例えば油絵の具とかアクリルの具で初心者の人って結構上手い人のこう技法書とかをね読んだりとか、上手い人のプロセス見たりすると思うんですけども、まず茶色を引きますとか、まずなんかこういう線で引きますとか、あと具体的なことが書いてあるんですよね。ただその書き方をしない人もいるじゃないですか。要するに最初茶色で書き出さない人とか、どうすんのとか技法名がはっきり出てくると、何を意識して何の理由でそれをやってるのかっていうのが分からなかったりするわけですよね。なんで最初に茶色引いたのとか、なんでそんな角張った形で書いてるのとか。で、今回はそれを一回技法名とかじゃなくて意識ですよね、ポイントって形でちょっと捉え直して、もう少し抽象的な形で何を意識してるからそういう技法になるんだよっていう、そのね理由の部分をちょっと解説したつもりです。なんでこれを意識してあげて、その上で最初の下地何色にしようかなとか、書き足どんな筆にしようかなとか、ね、どんな色を使おうかなっていうのをぜひ決めていっていただけたら、きっと失敗とかも少なくなると思いますし、自分なりの進め方とかが確立されてくるかなと思いますので、ぜひ参考にしてもらえたらなというふうに思います。というわけで以上で書き進め方のポイントでした。参考になったなとか面白かったなと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。僕もね、書き始めの頃技法書をたくさん買って、それで書き進め方プロセスを調べてたんですけど、なんでそういう書き進め方するんだろうみたいに素朴に思ってたんで、ぜひ今回の動画を見てですね、改めて多分技法書とかを見てみると、初心者向けの、あ、だからこういう書き始めだったんだとかが多分わかるかなというふうに思うので、それがおすすめですね。